セバーンはイギリス海軍のハンバー級モニター。元はビッカース社で、ブラジル向けのソルモイスとして建造されていた。セバーンは1912年8月24日、帰港、1913年8月19日に浸水した。発注元のブラジルが、大金債務の履行見込みがなく、売却は中止された。1914年の第一次世界大戦直前に、 姉妹艦のハンバー、マージーとともに、イギリス海軍によって購入された。本級の3隻は当初は、アマゾン川で使用する砲艦として設計されていたが、イギリス海軍により艦砲射撃を主任務とした、新艦種のモニター艦に変更され、その最初の例となった。セバーンは、全長265フィート、全幅は49フィートあったが、本来が、 川用のため喫水は満載時でも6.5フィートしかなく、風力5以上の解放水域における航行には適していなかった。セバーンは第一次世界大戦において比較的活躍した艦ということができた。1914年にはベルギー沖でドイツ軍部隊及び砲兵陣地に対して砲撃を行った。1914年10月10日、 ドイツ潜水艦 U-8 からの攻撃を受けたものの浅い喫水によって魚雷は艦の下を通り抜けた。1915年の初めには6インチ連装砲塔が撤去され、艦の前後に棒立てを備えた6インチ単装砲が装備された。1915年7月、セバーンはドイツ領東アフリカのルフィジ川へ栄光され、そこで姉妹艦のマージーと共に ドイツ巡洋艦係にヒスベルクを攻撃、7月11日にこれを撃沈した。セバーンは1921年5月9日にスクラップとして売却され、1923年3月23日に解体業者のドックに到着した。ありがとうございます。